クーパ族の木の屋根と石壁でできたスウェットロジスウェットロッジはアメリカインディアンの儀式のための小屋またはこの小屋で行う治癒と浄化の儀式このスウェットロッジは全米のインディアン部族に見られる最も一般的でしかも重要な儀式である薬草の好期を含んだ蒸気によって身を清め汗をかくことで健康を回復させる治癒の意味と 心と体の浄化を伴う文化的な集まりの場の二つの意味を持っている。1830年代にマンダン族を訪ねた白人画家ジョージ・カトリンは虫風呂と呼び、マンダン族にとってこの虫風呂は病人や虚弱者のためだけでなく、部族民すべてによって様々な目的で使われていると報告している。19世紀のカトリンの報告通り、現在でもインディアンはこの 虫風呂の手法を取った地位と浄化の儀式をあらゆる決め事や儀式の前に行う。このスウェットロッチは全米のインディアン、そしてアラスカのエスキモー部族にも見られる。スペインによる侵略以前のマヤやアステカでも盛んに行われていた。どのインディアンの村でも町でも住居のそばに必ず発汗小屋があり、インディアンたちは毎日この小屋で発汗の儀式を行っていた。 合衆国は19世紀末からの同化政策の一環として1881年に憲法に違反してインディアンの宗教を非合法化した。しかし伝統派のインディアンたちは数々の儀式を白人の目を盗んで継続させていた。1960年代に起こったインディアンの権利、回復要求運動はインディアンの伝統復興を掲げた一大民族運動となった。 ことに1968年に創設されたインディアン権利団体アメリカインディアン運動は数族の伝統派のロイシたちと手を結びサンダンスの儀式を全米に広めた。そして同時にこれらの儀式やあらゆる行事、決め事の前に行われるスウェットロッジも全米の部族で復活することとなった。柱が44本のスウェットロッジの構造全米で見られるモットも 一般的な発汗小屋は柳や西洋ハシバミの枝を組んで作ったウィグワムにバッファローの毛皮をかけたものである。部族によって小屋の形は違っており、木の枝を組んだ数人用の小さなものが一般的であるが、カリフォルニア州の部族などは石壁と木の屋根の頑丈な作りの小屋でこれを行う。この場合、部族によっては会議室としても使われる。 アラスカエス規模の発汗小屋はカーシムと呼ばれ校舎の大規模会議場スタイルである。ナバホ族は伝統住居の方眼でこれを行う。以後、数族の発汗の儀式について解説する。数族の発汗の儀式はイニピと呼ばれ、小屋の骨組みは縦12横4本の柳の枝で組まれるが、レームディアーは正式な方式は縦4横4本だと述べている。 柳が使われるのは、これが頭痛を払う強い力を持つものであり、レームディアーは、柳は我々の部族の骨格と同じものだからだと説明している。柳の棒が差し込まれる地面の穴も象徴に満ちており、それぞれ、太陽、動き、大地、石、月、風、重足感と調和、バッファロー、熊、方位、精霊、精神と物質といった意味が振り当てられている。 炉の穴は死んでいった家族縁者を表し、小屋は子宮を表している。すべては縁で構成されており、これはすべてがつながっており、始まりもなければ終わりもないというインディアンの世界観を象徴している。アーチ・ファイヤー・レーム・ディアはこう語っている。小屋の骨組みができると、タバコイが104袋用意され、骨組みに吊るされる。これを防水シートや毛布で覆えば、 発汗の小屋の完成である。小屋自体は1から2メートルの高さがあり、7から8人が入れる広さになっていて、必ずそばに川など水があり、地癒の力を持つという白い穴木が生えている場所が選ばれる。レームディアーによると、入り口は必ず西側に作られる。その理由をレームディアーはこう説明している。発汗小屋の床にはージが敷き詰められ、中央には炉が切られる。 その際出た土は入り口近くに盛られ、聖なる丘である、うんちと呼ばれる。そのそばに四本の棒を東西南北に重ね、聖なる石と眼下に聖児の葉を刺して、聖なるパイプである、チャヌンパを立てかけたバッファローの頭蓋骨を置き、ペタを違反化主にの祭壇を作る。この祭壇には、タバコ台が捧げられる。小屋ができると、表で焚き木を積み、 15から20センチメートルの白い石灰石をその上に積んで火をつけ、石が真っ赤になるまで熱せられる。石は厳選されて、熱せられて破裂するような石はもちろん外される。古い模様の入った石は太古の知恵を授けるものとして特に敬われる。火が燃え尽きると呪い石が聖なるパイプを掲げて大いなる神秘に祈りを捧げ、全員で パイプが回し飲みされる。それから、小屋の入り口に、泉や川から汲んだ水を入れたバケツと秘釈が置かれる。ネペルセ族の小型の、スウェットロッチ発汗の儀式を受ける人間は、衣服を脱いで、装飾品とともに祭壇に備え、腰にタオル一枚巻いただけの全裸になる。そして、太陽の動きに習い、呪い石を先頭に、右回りに小屋を回って、中へ入り、 入り口の右側に座っていく。中は真っ暗で、左側には儀式の海添人が座る。呪いしは東側に座る。その後、表にいるファイヤーマンが鹿の角か専用のフォークに真っ赤に焼けた石を乗せ、小屋の中へと渡される。呪いしが聖なるパイプの火皿で石に触れ、石の指示通りに炉の中に置く、石の位置を決めていく。石の数は、 大体16個ほど積まれる。小屋の中が神聖な雰囲気に満ちてきたら、全員で、わかんたんか、しら、ピラマエと、祈りの言葉を捧げる。そして熱主体使に、聖児や杉の葉が振りかけられ、小屋の中は、かんばしい香の煙でいっぱいになる。参加者はまず、この煙を手で引き寄せて吸い、体にすり込む。続いて、呪い師によって、スイートグラスの葉で、水が振りかけられ、 室内に蒸気が充満する。呪い師が祈りの歌を歌い、香り高いこの蒸気を全身にすり込みながら、人々は大精霊、祖父母の霊に祈りを捧げ、個人的な悩み事の解決、部族や世界の平和を願う。しばらくこの高温の蒸気の中で過ごすと、呪い師が4回、入り口の毛布を開けて、外の空気を入れてくれる。これは、 スウェットロッジの四つの扉と呼ばれる息継ぎ、休息である。儀式は、都合、第四ラウンドまで続けられる。途中で暑さに耐えきれなくなった場合、たくへ親し心と唱えると、外の冷たい空気を入れてもらえる。外に這い出して、量を取ることもできるが、やはり全ラウンドを通してこなすことが求められる。この四ラウンドの間に、参加者はそれぞれ、大いなる神秘に対して、自分が、 これまで経験し、学んだことについて感謝し、自分と自分以外のものについて、頼み事をし、あらゆるが欲を差し出し、啓示を求める。最後に時計回りに、聖なるパイプが回されてきて、命名がこれを手に、祈りの言葉を唱える。こうして儀式は終わりを告げる。儀式を終えた者は、心身ともに爽快な気分となり、何かしらの啓示を受けることになる。発刊小屋の中で、 真っ赤に熱せられた石から立ち上る蒸気は非常に高温で、初心者は水ぶくれができるほどで手で口と鼻を覆わなければ呼吸もままならない。16世紀のスペイン人修道士は、アステ家族のこの高温を伴う儀式について、スペイン人がこの風呂に入れば間違いなく、ショックで失神するだろうと書き残している。シチャングスー族のレオナルド・クロードックのような熟練した呪い師は、 かなりの高温のイニカガーピを毎日のように行う。クロードッグはニュージャージー州でニューヨークに住むインディアンたちのためにこの儀式を行ったことがあるが、石に水をかけ小屋が蒸気で一杯になった途端に都会育ちのインディアンたちは口々にわめきながら小屋を引き裂いて一人残らず、外へ逃げ出していってしまった。本来このような行為は儀式を侮辱するものだが、 レオナルドは苦笑するしかなかったという。また、黒人活動家が、クロードッグ家でこの儀式に参加したことがあるが、この際の儀式は、獄中のインディアン同胞に祈りを捧げる、休憩なしの螺烈なものだった。この黒人は、死んでしまう。と叫んだが、レオナルドの父ヘンリーはこう答えている。スウェットロッチは、本来、男女混合で全裸で行う儀式である。 ゲームディアーは、下着をつけて、小屋に入るような真似は、それこそ白人流の横島な、行いそのものだとしており、タオルを腰に巻くのも、もってのほかと語っている。小屋の中は、真っ暗なので、裸であっても本来特に問題もないのである。しかし、この数族式の、スウェットローチにおいても、近年は、全裸ではなく、タオルが腰に巻かれ、男女で別々に行われていて、 レームディアーの時代と、作法に違いが見られるようになっている。オジブワ族が建てた、スウェットローチの、骨組みインディアンの、発汗の儀式は、1970年代の、レッドパワーによって全米に広められるのと同時に、ヨーロッパ諸国へも広められた。その自役を担ったのは、合衆国内と同じく、アーチー・ファイヤーレイ・レームディアーラ、ラコタス族の伝統派の呪い師だった。 ラコタスー族の伝統派のロイシたちは招かれてヨーロッパ諸国でインディアンの精神世界に関する講演を行い各地で発汗の儀式を開催している一方合衆国内ではニューエイジなどの接近によりプラスチックメディスンマンの主催によるまがいものの発汗の儀式も多々見られるようになっているこの儀式は高温のもとで行われるためもともと体力を消耗するものであるが 衣服を着たまま参加するなどして、事故も相次いでいて、首謀者まで出している。こういった、ニューエイジと結託したエセノロイ氏の儀式は参加者から、料金を取る有料の見せ物であり、偽物である。伝統派のノロイ氏は、あらゆる儀式において参加者から金を取るようなことは、絶対にしない。チュラリップ族の女性運動家であり、スウェットロッジの儀式の主催者だったジャネット・マクラウドは、 こうした有料のエセ儀式を連綿と続く白人たちのインディアンからの説盗の中でも最悪極まる例であると徹底批判している。アステカではデマスカリと呼ばれた彼らは汗をかくという意味、ブルダーラム社のタバコがよく使われる雷の夢を見た。数族は雷の怒りを収めるためヘヨカという逆さま人間を演じなければならない。ヘヨカはあらゆることを逆さまに行う。 大いなる神秘よ、祖父なる者よ、感謝を捧げますという意味付きの象徴である星の、象徴である夜の象徴であるクロウ族の、スウェットロッジでは、第2ラウンドで儀式を終えることができる、私につながる全てのものよという意味、ありがとうございます。